こんにちは、ソカジクの久保です。今回はね、こびるという感じでいこうかと思いますね。まあ、前回吉谷さんが国っていうね漢字を出してくださったんですけども、国ってちょっと古い古語の漢字ですよね。あれは最近使わなくなりましたね。まあでも通常の略字の国と今回の旧字の国っていうのはそれぞれに、まあ、意味深いものがあるかなと。で、吉谷さんが言われるように、まあ、あの国っていう漢字は主には日本国とか自国っていうのを表すんですよね。で、旧字体から新字体に変わってきた略式の国っていうのは、まあ、一般的な国、いろんな国っていうのを表すという形でね、まあ、特定されなくなってきたっていう差はあるんじゃないかなと。これは時代をそのまま映し出してるんじゃないかなと思いますけどもね。というところでね、こびるって感じなんですけども、まあ、ビジネスにはね、こびが大事だなと私は思うんですよ。そこまでこびてまでね、売れてほしくないよとかね、こびてまで、人に頭下げてまで、物を買ってほしくないよっていうのが、まさにビジネスに頭を下げずに、人に頭を下げるのを嫌がってるっていうことなんですよね。やっぱこう、商売っていうのは誰よりも頭を下げた人に微笑むんじゃないかなと思います。お願いしますとありがとうございますの、この繰り返しで商売って成り立つと思いますんでね。なんかやっぱり商売ってなんかセールステクニックがどうとか、なんか価格がどうとか、サービスがどうっていう、その一歩前にも勝負はついてると思うんですよ。つまりは人付き合いなんですよね。まあ、声の出し方とか挨拶の仕方とか礼儀とか、そういうのでもう完全に信頼関係ができた時に商売がポンと乗るとうまくいくかいかないかってことなんで、やっぱね、人間性の悪い人にはやっぱ売れてほしくないし、売れないと思いますね。で、日々ビジネスのことを考えてないとか、お金のことを考えてないとか、もう完全にその入ってくる、なんか自動的に入ってくるとかね、もう自分で稼いだわけじゃないんだけども養われてる状態では全くお金のことっていうのはシビアにならないとは思うんですよ。やっぱり金を稼ぐ人ってものすごい媚びないといけない瞬間とか、人に見せられないよね、頭の下げ方とかもしますしね。それこそ稼げないのが恥であって、稼ぐためにあれこれするのが恥と思わないわけなんですよね。だからそこが全然足りてないんじゃないかなと思うんですよ。時間が経てば経つほどお金に対してセンスが高くなっていく人と、時間がいくら経ってもね、なんかこう中学生みたいな感覚の人っても結構いると思うんですけども、まあ、今日本がねこう円安にぐーっと触れて今120円突破しそうなんですよね。週が明けたらこれ恐ろしいことになるんじゃないかなと思いますけども、この恐怖と戦ってるのは本当にお金のことを考えてる人だけで、なんとなく食べていける人って結局誰かがその苦労を買ってくれてるんですよね。で、それに気づかないから、やっぱりどんどん意識も離れていくし、ある日突然ね、もうさよならとかいう関係にもなるんだと思うんですよ。やっぱこう蓄積していくこの怒りっていうのあるんですよね。なんか人には自分だけがこれやらされてるとかね、で、しかもそれに気づいてもらえないとかっていうの二重にあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そこにちょっとね、ビジネスのつける隙もあるし、人間関係がどんどん更新されていくところがあるんじゃないかなというふうに思いますね。なんかね、これからね、中小企業っていうのは賃上げが不可能な上に、まあインフレがどんどん加速して、で、いろんな負担も上がってきてね、まあ、それこそその中小企業で働くお父さんってのが大抵家庭を支えてますからね、多分このお父さんの苦しみとか悩みってのは多分家族は全く分かってないんですよね。で、お父さんにひどい目に遭わしてるみたいなね、ことが続くんで、きっと相当お人よしじゃない限りはお父さんは、きっとね、家族の前から姿を消すか、もしくは自分自身がなんかね、この世から姿を消すかみたいな、本当悲惨なことになるんじゃないかなと思うんで、苦しい時こそやっぱ家族がね、なんかこのお父さんの気持ちを分かってあげたりとか、お父さんを支えるためにみんなで一生懸命節約したり稼いだりとかしてあげたらいいのになとかね、なんか今回のこれから始まる超高負担時代に思いますね。なんかこう気の毒だなと思いますね。なんかこう今の今まで身を粉にして働いてきたお父さんはこれから身を粉じゃ足りなくなってくるみたいな図が見えてね。で、私はまあこう思うんですけども、これからね、国内の消費ってのがすごく冷えると思うんですよ。物が高くなってきて、どんだけこびても物が買えないみたいな状態になると思うんですよ。だからこそ私はね、一人一人がやっぱプラス年間で100万稼げるぐらいになっていかないと、そんな難しいことじゃないですからね。一人一人が年間プラス100万稼げるようになったらね、月に8万ぐらいですからね。それこそ私が高校生の時にやってたバイトがちょうど8万ぐらいでしたから、できないことはないだろうみたいに思うわけなんですよ。
今からプラス毎月8万っていうのは。でそれをしないとおそらく頑張ってる人も巻き添えにしてみんなでこう落ちていくんじゃないかなと、まあ物の取り合いになってくるみたいな感じでね、なんか悲惨な図が見えるなと思いますよね。でまあ一部の人はまあ抜けていくんでしょうけども、でもやっぱね、商売やってる人って結局はお人よしなんで、儲ければ儲けるほど誰かを抱えていきたくなるみたいなところもあって、でなんかね一緒に潰れていくんじゃなかろうかと思うわけですよね。さっきねその帝国データバンクのなんかこう諦め倒産とか偽装倒産とかね、あの辺のファイル見てたんですけども、まあ、ほとんどの方が私たちみたいなね一人企業とか中小企業の恩恵を受けてやっぱ暮らしてると思うんですよ。まあ、企業活動の下に生命活動ありますからね。だから自分がどの企業から利益をもたらされてるのかとか、どの企業がどんなビジネスのマーケットにいるのかっていうぶら下がってるのかって非常に大事でね。だから一人企業だとねいろんな方向に、変更できるんで、まあ楽っちゃえば楽ですね、そういう意味ではね。だとまあ扱ってるのが情報じゃないですか、私たちは。だから情報って形がいろいろ変わるんで、それこそまあなんか自分の人間性がいいとはあんまり言いたくないんですけども、結局そのどんな情報を扱うかっていうのは誰からその情報がもたらされるのかっていうことだったり、誰にだったら支払っても惜しくないのかっていうのはもう本当に人間性の部分じゃないかなって言うんですよね。でその人間性っていうのは売れない時期からコツコツと自分の頭を下げていろんなものに、まあ、いわゆるね媚びてきたっていうところから来てるのかなと。そもそも媚びるっていう感じっていうのは女編に眉って書くんですよね。だから女性が昔は眉の使い方とかね、眉墨入れたりとか、とにかく美人に見えて自分が売れるように売れるようにっていう風に尽くしてきた結果妬まれたんですよね。多分遊郭かなんかの言葉だと思うんですよ、この媚びるっていうのは。美しい女の子ほど、愛想のいい女の子ほど、気立てがいい女の子ほどモテるから売り上げ上がって、それでね媚びてまで、そんなねペコペコしてお客さんに尽くしてまで売れたくないわよみたいな人からねすごく妬まれたんじゃないかなと思うんですよ。だから結局売れっ子ってのは媚びてんじゃないのとか言われて、まあ今でもねガーシーチャンネルみたいなところでなんか叩かれてるのかもしれませんし、ね、まあ、あの動画私ほんと 2,3 本しか見てないんでよくわかんないですけども、まあ、とにかく媚びることで損することないんでどんどん媚びていけんじゃないかなと思いますよね。なんかね、その媚びるってのは要するに人を褒めていくってことですから、人の美しいところにすごく敏感になるっていうか見つけやすくなるっていうところだと思うんですよ。でこれねネットワークビジネスのセールストークにもあるんですけども、とにかくね人を褒めろみたいなね、出会った瞬間にその人の褒めれるところをね空想でいいから探せみたいなね、なんかそんなのありますよね。例えばなんか細かいこと気にしなさそうですよねとかね、おおらかそうですよねとか、優しそうですよねとか、なんか強そうですよねとかね、なんか体力ありそうですよねとかね、とにかく自分の想像でその人の背景全く分かんないのに何々そうですよねみたいなねいうことを言うわけなんですよ。そうするとね、褒められた人ってあなたは全然見る目がないよねって言いにくいらしいんですよ。じゃなくってあなたは本当に見る目があるよねっていうふうに言いたいみたいなんですよ。つまりは嘘でもいいから褒められたらね、それを受け取りたいわけなんですよ。あ、この人俺のこと分かってくれてるなっていうふうに思いたいわけなんですよ、人って。だからいやそこまでじゃないんですけど、まあねっつうから、なんでよく分かりますねってなっちゃうんですよね。だからそのこびると人はその褒めてくれた人ね、こびるってことは褒めるってことなんですけども、褒めてくれた人は嫌いになりにくいっていうね、まあマインドが働くんで、だからいちいちね人投げ足取ったりとか、まあどっかから飛んできたメッセージとかにいちいちツンケンしてる人って、とにかく人の悪いところとか気に入らないところを見つけるのに敏感になって、まあそれに翻弄されるんですよね。まあ、そういうところがあるんで、まあ、ビジネスをずっとやっていくとねいいなっていうのは、とにかくねこう気に入らないメッセージとかが来なくなるんですよね。もうそれに目を向けないからですよね、きっとね。でなんかこう苛立つものとかね、なんかこうなくなるんですよね、なんか目の前からね、まあ、そもそもこのそういったところにインターネットで情報量扱ってるのは莫大な情報量扱ってるのに、なんかそのネガティブな情報が全くないっていうかね、あれもなんかその Google のシステムなんですかね、
ネガティブな情報に触らないようにすると、そのログがネガティブな情報をね、身の回りに寄せ付けなくなるんですよね、うん、だからなんか世の中ってすごく悲惨な事件ってあると思うんですけども、まあ、そういうのはね、こっちから意識して探さない限り向こうから飛んでこなくって、まあ、なんかね、あの新しい店がオープンして3ヶ月で売り上げをなんか何とか何とか達成しましたとか、うん、なんか年の差でこう、ね、お付き合いしてた人が結婚しましたとかね、で三つ子が生まれましたとかね、なんかいい情報ばっかり見てると、いい情報しか届かなくなってきて、なんかそのインターネットのアルゴリズムが私に媚びてんじゃないかなみたいなね、もういい情報しか寄せてこないようになるんですよね。だからなんかこう、まあ、腐ってた時期っていうかね、あの自分自身くだらない時期だったなっていうのは、とにかく悪いニュースが見たくって、あ、自分より悲惨なやつがいるぜとかね、でなんか、あ、この人分かってないよねって、なんか自分の一人で毒づいたりとかして、勝った気になって取り残されてるっていうね、まあ、そんな形だったかなと思いますね。はい、今日はちょっと長く話しました。まあ、こびるっていう感じ、結構ね意味深だったんで調べてみようかと思います。じゃあ行ってらっしゃい。